アートテラートニーのそろそろ美術の話を、この番組は私アートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。本日は天野太郎さんと新井丸さんをゲストに世界最大級の現代アートの祭典ドクメンタについてトークをしていきたいと思います。ということで天野さん、丸さん、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。天野さんは番組最多出演ということで。ほう。3回目。すごい。初回から1年おきに来ていただいてますけども。ね。うん。不思議だよね。いや、まあ、呼んだらすぐ来るんで。いや、なんかこの番組、初めて、ね、過去っていうか、どんな人がどんな話してたのかなと思って、聞いたら、ね、皆さん本当に役に立つ話っていうのは。そうですよね。なんか、そうですね。小林忠さんの聞かれたって言ってましたよね。ああ、そう。はい。あと、他の方もね。はい。本当にためになる話されてたから。はい。全くそういう話したことないもんね。してましたよ。大丈夫ですよ。本当、よくなんか作品壊したとか。そんな話とか。貴重な話が。生まれて初めて学芸員になってね、はい、最初に壊しちゃったりっていう。今日もなんかそんな貴重な話が聞けると聞いておりますので、よろしくお願いします。そして、まるさんはアートウォッチングの月1レギュラーですけど、はい、今回はゲストということで。初ゲストです、ね。初ゲスト。そうなんだよね、意外と。はい、なんか今日はだから、だから前回収録、オンエアで言ってるんだよね。まるさんがもうお休みしてる回があるんだよね。はい。そのまるさんがお休みしてたのは何があったのかというのが今回わかるってことですね。あ、そうですね。うん。はい、そういうのも含めて、じゃあ今日は進めていきたいと思うんですけども、はい、なんか今日いつもと違う場所でやってますんで、どうですか皆さん。すごいおしゃれな。本当ラジオ収録って感じですね。マイクもシュアっていう日本の、うん、めちゃめちゃいい。いつもなんか、ね、貸し会議室借りたりとか美術館行って部屋ね一角借りるんですけど、うん、今日はなんと2022年8月に東中野にオープンしたばかりの日本初のポッドキャスト収録スタジオ付きのビアバー雑談というところで収録をしていますと。すごーい。機材があるんですよこれ。しかもなんか雑談ってのがいいですよね。この番組のコンセプトが雑談するようになので、まさになんかこのために作ってくれたのかなみたいな。で、なんかビールもね、クラフトビールが。壁にね、サーバーがついてて、壁からビール出るっていう。直接。そう。備え付けが壁から蛇口が出てるみたいな。うん、6本並んでるのが今見えますけど。いやー、いいですね、これは。ちょっとね、ビール飲みながらやりたいなとも思いますし、すごいオープンスタジオみたいな感じですので、ラジオの気持ちでやりたいなと今日は思いますので。よろしくお願いします。お願いします。環境がいないよね。そうですね。寄ってきますよね。欅坂スタジオとか JF でやってたら。人、ね、黒山の人だかりになるはずが。ちょっとお忍びでやってるんで、事前告知してればよかったんですよね。なるほどね。天野さんのファンがね、押しかけちゃうから。怖い人が来ちゃうと。ということで、楽しい場所で、やらせていただきたいなというふうに思っております。さあ、ということで、まずは天野さんの近況についてお聞きしたいなと思うんですが、前回出演していただいたときは、フリーランスになりましたって話だったんですよね。で、まあ、自分でもなんですけど、なんかトニーはフリーランスでやってて偉いな、みたいなことを言っていただいて、そしたらもう1年も経たないうちにフリーランス辞めやがってというか就任してと思ったんですけど、はい、今どちらでお仕事をされる？今東京オペラシティのアートギャラリーっていう、うん、美術館に4月から今年の勤めてますね。はいはい、あ、ちょっと、うん、そうね。チーフキュレート。はい、一番偉いんですか？一番ね、年が上かな。そりゃそうですよね。なんでどう、オペラシティ？まあ、前から決まってたんですか？いや、全然、うん。だから前回お会いしてっていうか、うん、だから去年の4月からね、はい、フリーになったでしょ？はい。で、フリーって、だから、どういうの？来るお仕事があれば何でもしますよ、ね。はい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 。で、その中に一つ、その、吉祥寺のね、アートセンターオンゴーイングで、はいはい。小田正弘さんというアーティストと一緒に餃子屋を週、土曜日かな。はい、毎週やってました、ね。はいはいはい。多分この収録でも言ってましたもんね。うん。で、その後僕も丸さんも食べに行きました、ね。行きました。めちゃくちゃ美味しかった。ありがとうございます。うん、で、まあ、あれは期間限定なんだね。はい、あそこのそのディレクターの、小川くんっていうのが、文化庁の、その1年、ヨーロッパ派遣かな、
その留守の間にみんなが借りて、家賃を払って、助けようというようなこともあってね。だから別にその、ずっとあのまま続くわけじゃなかったんですけど。別に行政でなるわけではなかったってことですね。1年だけってことで。うん。だけどあまりにも評判が良くて、餃子がうまくて。スカウトされたり、かけたりとかさ。餃子の世界になってた。アート界じゃなくて。飲食の世界。飲食の世界。飲食屋とか。あ、本当ですか。まあ、まあ、美味しかったですよ。パンダ餃子でしたっけ、白黒の。うん、あの、だから、うん、ね。うん、一緒にやったね。和田くんは皮だけ作る。ああ、なるほど。うんうんうん。だから僕はその、とにかく、あんから何から全部作って、それを全部包んで、焼いて、はい、あの、出すところまで。はい、いただいて、はい。はい。しんどかったですね。皮がもちもちだから。ね、町中華のおじさんがもう、今も、世界で一番尊敬する人ってやっぱ、町中華のおじさんかな。アートの世界長かったの。いろんな人に会ってきたのにですか？うん。だって、はい、いろんな客が好き放題言っても、はいはいとか言って、パカパカ出して。あ、確かに確かに。偉いなと思うね。確かに。だって天野さんの店は確かに餃子すごい美味しかったんですけど、うん、飲みたい飲み物注文してもこれだって言ってなんか、うん、あの紹興酒しか出てこなかった。はいはいとは聞いてくれない店でしたよな、店。うん、っていうから、ね、あんまり、いろんな勝手なこと言われると、すごい腹立った。お客さん選ぶお店で、うん。そう。いや、だから、観光屋の店より聞いた。いや、だから、その、町中華のおじさんって、そんなことニコニコしながらさ、うんうん、客が、どう言おうが、出すわけでしょ、はい、はいはいはい。だから、本当に偉いなと思い。それを知れただけでも、やり合ってよかったなと思うね。すいません。話から本当、もう、脱線しすぎたんですけど、で、結局、なんでオペラシアートギャラリーになれたんですか？挟まなきゃいけないですか？オペラシアートの人は餃子屋さん。それはね、だから、去年の、暮れっていうか、11月とかかな、あの、連絡があって、その、会いたいというか、ちょっとご相談って言って行ったら、なんか、4月から、どうでしょうかみたいな。もうほんとすぐですよね。1年以上先とかじゃなくても、次の4月からってことですもんね。あ、そうそう。それはね、本当にたくさんの人に声かけてたのは知ってんの、俺。ああ、その、なんかポジションってこと。うんうん、で、その、僕もね、知ってるような人が多いから、軒並み断ってんのもしてたよね。なるほど、なるほど。だから向こうはそういうことを知らん、僕は知ってるとは思ってなかったかもしれないんだけど。第一希望のように向こうへ行ってきたわけですよね、当然その。そうそう。オファーするときに。そうそうそう。もうあなたしかいません。もう完全に第何希望だったわけですよ、向こうからして。第20番目ぐらいか。引き受けてよかったっすね。だからそれを知ってたけど、まあ、お首にも出さず、あの、声かけていただいて、みたいな話で。うん、これ今言っちゃいましたですね。うん、またオンエア乗っちゃいました、ね。うん、で、あれなんですか？展覧会もこれからやっていくんですか？天野さん自身が。まあ、あの、ね、できればその今いるスタッフの人の下支えっていうかさ、うんうん、仕事がやりやすいような環境をなんか偉そうに言うと作れたらいいかなと思いつつも、うんうんうん、そんなにたくさん人数いないんだよ、そこキュレーターがね、うんうんうん、だから、やんなきゃいけないようなことも、うん、来年以降ですね、うん、来年4月以降は2023年の4月以降とですね、そうですね、うんうん、は、やんなきゃいけないのもありますね、なんか今当たり前にあの僕らがもう周りさんもそうだけど、はい、東京オペラシアートギャラリーよく行ってるんで当たり前に喋っちゃったんですけど、行ったことない人ももちろん、ね、いるなと思ったんで、うんうん、どんな美術館とかギャラリーなのか簡単に紹介してもらってもいいですか？あのだから東京オペラシティっていうぐらいなんで、発売にある、うん、はい、あの基本的にはその音楽と、うん、音楽って言っても基本的には現代音楽かな、うんうんうん、あのまあ現代音楽ばっかりじゃないですけどもちろん、うんうん、でそのホールと美術館の施設が、あの、二つできたんですけど、はい、で、あの、寺田さんっていうそのコレクターの方が、もともとそこに関わってらっしゃった方のコレクションを、うん、まあ、あの、いわゆる所蔵品として、うん、あの、管理、運営していくっていうのもあってね。うんうんうん、だから、まあ、美術館ってほら、これ、なんて言ったってコレクションがあるからこそ美術館なんだけど、うんうん、それを元にして、できた、あの、美術館。だから来年25周年かな。だから来年再来年かな。だからもう24、四半世紀経ってるっていう。
多分この番組のアートウォッチングでも、多分、ミケル・バルセロ展の話もしたし、はいはい、ライアン・ガンダーの話もしたし、うん、篠田桃子さんも多分してるから、うん、なんか3回連続ぐらいでオペラシー紹介。してますね、なんか忖度してるわけじゃなくて、うん、なんかたまたま選んだらそうなってるみたいです、うんうんはい。まあだから、今ね、なかなか美術館は財政的にも厳しい時代なので、うん、なんだけど、その、いわゆるこう、現代美術、うん、まあ、亡くなったっていうかな、僕このアーティストの展覧会もしますけど、うんうんまあ、結構だから現代美術の若い人のね、うんうん、古典なんかができるという意味では、かなり貴重な美術館かなと思うけどね。まあ一方、和田誠展みたいな、まあ、そう、和田誠みたいなブックもあるけど、うん、じゃあ今後はよりは現代。いや、和田誠さんはブックじゃない？あ、ブックか。あ、そうか。和田誠さんも篠田とか。いや、だからそのデザインとか、グラフィックデザインとか、うん、いわゆるファッションデザインとか、うん、建築とかも、うん、だ結構広いので、ただ、その、なかなかよその美術館が手出せないっていうかな、うん、その、どちらかというと、まあ、ブラックバスターみたいな展覧会やるじゃないですか、その、うん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 、それは逆にあんまなくて、うん、まあ、本当に、まあ割と貴重っていうかな、うん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 。存在理由は大きいなと思いますけどね。うん、あと結構近くに新宿服飾学園があるから、あ文化服飾学園があるかもしれないけど、はいはい、結構ファッショナブルな若い人多くないですか？他の美術館よりも。客層がちょっと違うなって印象は僕はあるんですけど。うん。展覧会によるんでしょ？だって和田さんの、和田誠っていうのがやっぱりかなり世代が広かったもんね。うん、若い人から年配の方っていうかね、うんうん、同世代っていうか。うんやっぱり手中にもよるかもしれない、ね。あ、そういう感じなんですね。うんうん、でも本当、マールさんね、ライアン・ガンダーも絶賛。めちゃくちゃ良かったです、本当に。あ、面白いよね。はい。特に、まあ、終わっちゃったけど、ライアン・ガンダーがその、コレクションをね、うん、キュレーションしてるんですけど、うん、ものすごく、だから、まあ、普通、学芸員じゃできないキュレーションなんで、うん、うんうんうん、あれがすごい面白かったね。うん、まあ、できないできない、こっちじゃ考えつかんないっていう。うんはい、特に今年のってことですね。そうそう。今回のね。白と黒のモノクロの作品を中心に紹介して、型や壁には、その形というか四角というかね、うん、その、片っぽの壁には絵が飾った、バーと飾った。そう。片っぽはもうタイトルもなくっていう感じですよね。うんうん、あれすごい面白い、うんうん。本当にね、僕らじゃ思いつかないな、っていう。すごい、新しい見方ですよね。ちなみに、ライアン・ガンダーさんはどんな方だったんですか？え？ご本人は。ご本人は、僕ね、実はね、2012年かな、横浜トリエンナーレっていうのがあってね、うんうんうん、その時ライアン・ガンダーが出品頼みに、当時はね、イーストエンドって言って、ロンドンの東のね、端っこの方に大きなスタジオを持ってて、でそこ行ったんですよ、うん、出品交渉ね。今はちょっと郊外のね、もっと広いところに住んでますけど、だからまあ、2回目なんで、よくしてるっていうわけじゃないけれども、うん、結構だから、割とこう、どういうのかな。気難しいっていうよりは、我々話しやすい人ですね。へぇ、うん、なんか作品はすごく哲学的なので、あんまり喋んないのかと思ったら、そうでもない。うん、いや、うん、ご本人がプレスビューの時に説明してくださって、うん、ダジャレみたいなことも挟んで、うん、面白いよ。気さくな方、うんうん。じゃあ今後もまあこういう展覧会が、じゃあ増えていくってことですね。そうですよね、うん。他がやんないようなっていう。まあやんないっていう、まあそれもそうですね。うんうんうんやっていければなと。まだ今発表できないんですか？ 2023 年のスケジュール。少なくとも、だから来年の一発、最初のね、はい、4月のやつは僕がちょっと、まあ、企画したというかちょっと、うん、で、例のあれですね。例の今一緒ですかね。はいはい。おー、そうなんですか？香川の、まあ今はもう分かる。丸亀。はい、丸亀、うんうん、現代の。カラフルな。抽象画の方。抽象画だけど具象みたいな。うん、そう。あれをね、カタログもちょっと変えてるんですけど、あれをその、発売でね、うん。ただその、なかなか言えなかったのは、うん、もし東京でありますって言っちゃうと、うん、せっかく見に行こう、ね、じゃあ、東京でも行けるかってことになるので、丸亀はいいとこだし、うんうん、その遠いけど、うん、面白いとこでもあるしね。だから、うんちょっとしばらく言えなかったんですけど、うんうん。そうだった、ね。巡回するとは言ってなかったですもんね。うん、11月なら大丈夫かな、みたいな。はい。ぜひぜひ皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。もう一個聞いたのが、森美術館の展覧会のキュレーター、先に決まってました、ね。それは去年フリーになった時に、うん、六本木クロッシングっていうね、はい、
だから今年の12月かな、はい、の1日からのクロッシングのゲストキュレーターで呼んでもらったんですよ。これも先に決まってたってことですね。これはもう、だからそういう意味では準備は去年の4月から始まってるので、うんうん、それは先に声かけてもらったんですけど。じゃあもうだからオペラシティのチーフキュレーターになったけども、これはもう継続してやれる。もちろん、もちろん、もちろん。はい。六本木クロッシングってのはちなみにどういう内容になるの？まあ基本的には日本の現代美術をね、うんうん、の、そのいろいろ新しい傾向というか、うん、まあ、毎回違うんですけど、テーマは。うんうん、だから、インターナショナルというよりは、日本の現代美術を紹介するっていう、うんうん、まあ、グループ展ですよね。これ何年ぶり、だいたいいつも3年に1回ぐらいやってました。多分前回なんてもう3年以上前、多分コロナより前ですね。トリエンナーレぐらいかな。うん、ですよね。だから、僕以外にも、あと、外部は、僕以外とか、僕を入れて3人外部のキュレーターがいて、うん、はいはい。それで森美術館の担当の人がいて、4人、かな、うんうんうん、でやってるんですけどね。これ、どういうことを具体的にやるんですか？じゃあ、まあ、決まるじゃないですか、キュレーター。うん。で、今年のテーマは何になるんですか？なんかあるんですか？その日本の国内さんを選ぶだけじゃなくて、こういう。もうね、記者発表されてるんですよ。うん。うろ覚えなんです。ちょっと見てみよう。そう、なんか、テーマが与えられてから、いやいやいや、あれ、実は、テーマから作るの。ああ、なるほど、なるほど。みんなで話し合うんですか、それ、うん。で、それが割と長かったですね。で、テーマは決まった。オーライ。これですか、うん、覚えやすそうな気がするのに。忘れてたんですか、うん、オーライってね、漢字のオーライと、オーライ、発射オーライのオーライがかけてる。ダジャレだ。アホロさんですか。いや、だからね、これダジャレでしょ。はいはいはい、絶対俺が、言われてますけど、うんうん、割とこういうね、笑いが少ないだけで僕言わないんで。そうですね。確かに、確かに。これどういう意味なんですか？具体的にオーライ。人のオーライってことですか？うん、だからまあ、結局ほら、去年の4月に、その準備が始まったんで、うん、まあ、要するにコロナで、さすがにちょっと大変だったでしょ、うんうん、家にいなきゃいけない。うん、なあ、もうさすがにそれはないですけど。うん、だから、はい、そういう家にいなきゃいけないとか、リモートとかなんとか言って、新しいね、うん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 、その生活様式っていうの、うん。だからそれの中で人の行き来とか、うん、まあ、考えてみたら、日本って、隣近所も、うん、その割とバラエティ豊かかもしれないっていうのがあるでしょ。その人種の問題とか文化も含めて。うんというようなことも見ながら、見つつ、だから日本の中も結構多様性っていう言葉である、まあ多文化的っていう言い方はしてんだけど、そういうことを、まあ改めて見直せるいいチャンスかないっていうね、いうようなテーマですね。で、じゃあこのテーマ決まった中で、天野さんが、じゃあこのテーマだったら、じゃあこの人がいいなって決めていく。うん、そうそうそう。で、それは何人ぐらいあげるんですか？ピックアップ。10人は行ってないと思いますけど、うんうんうん、まあ、それぞれさっき言ったように担当の方を上げていくんで、はいはいはい、結果的には20数名かな。うん。うん。なんか、でも。22組って書いてあるんですね。22か。組もあるからね。あ、そうか、そうか。うん、だから、それの3分の1ぐらいと思ってもらったらいいんじゃないですか。いや、もう、どの人もおすすめだと思いますけど、特にこの作家、注目ってのはありますか？多分これちょうどね、聞いていく人もいるでしょうから、うんうん。いや、もう、全員が面白い。いやいや、それはもちろんそうなんですけど。なんか逆に言うと、こう、今回初デビュー、なんかこう、うん、なんだ、これまでそんなにこう、公開されなかった秘蔵っ子みたいな人もいるんですか？いや、秘蔵っ子なんて言ったらね、うん、まあ、なんだろう。そう、ね、大きな美術館で初めて行ってる人は、いますね、うん。確かに。それはどなたですか？例えばですけど、はい、池田博さんって、はい、アイヌの、アイヌの人たちを撮ってる写真がいるんですけど、池田さんは、多分、いわゆる美術館の大きなところで、こういうグループ展開を始めたかもしれない、ね。あとね、そうね、石垣勝子さんとか、ほうあるいは、イハリンダさんってね、沖縄の作家なんですけど、この二人も、まあ、展覧会、石垣さんなんか結構、画家って絵描いてるんだけど、沖縄の風景なんか描いてる人で、
あの、フェンス書いてたから。あ、そうそうそう、そう。あの、アザミノで、うん、でダライフマシンね、うんうんうん。だから、ちょこちょこやってるけど、割とこう、大きな美術館のグループ店員ということで言うと、うん、まあ、初めてかなと思います。メイヤリンダさんは写真家なんだけど、うん、沖縄の、うん。この方も、そういう意味じゃ、あんまり皆さんご存知なかったかもしれない。うん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 、じゃあ今回もでも天野さんがこう選んだ人はほぼ全員、そのまますんなり決まった感じですか？いや、まあ、あの結構もっと出しましたけど、うんうん、あの、人数の制限もあるからね。うん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 、だから、残念ながらっていう方もいましたけど。ちなみにこの選ばれた方っていうのは新作を発表されるんですか？うん、新作とは限らないですね。そのキュレーションもするんですか？多分人選んで、君はこの作品をこういう感じで出して、こういう感じでこの空間やって、みたいな、ここまで。もちろん、もちろん。もちろんします。その作業が今後待ってるってことですね。ん？これから待ってるわけですね。いや、待ってるっていうか、もうほとんど終わってるので、その作業は。だから、あとは、展示の、その、立ち合い、うんうん、ですね。だから中身はもう決まってる。うん、あ、そうなんですね。うん、おー、はい。で、何日までやってるんですか？12月1日から3月26日まで。はい。はい、ということですので、ぜひ皆さん足を運んでいただけたらな、というふうに思っております。はい、さらにもう一つちょっと天野さんがなんか最近一般社団法人を立ち上げた。うん、だから、去年、フリーになったから、その、フリーになると、ね、うんうんうん、あの、皆さんもフリーの方、ね、はいはい、知ってますけど、うん、基本アウェーなわけですよ。うん、まあ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 。昔はホームで仕事してたでしょ、うんうんうん、完全アウェーなんで、うん、本当にアウェーって大変だなと思った。ね、まあ、ギャラは安いわ。まあまあまあ。で、そのギャラが安いわっていうのを僕はやってたわけよ。うんうん、ギャラが安くてごめんねって頼む役、頼む方だったでしょ、うん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 、頼まれる。うんうんうん、で、うん、本当にそのアーティストのまあ、含めて、フリーの人たちの条件が悪いので、うん、なんか役に立ってるような財団みたいな立てられないかなというのがあって、で、まあ、作ったというか。うん、じゃあ、フリーの僕もお世話になれるんですか、この、案件によりますね。案件によりますね。なんかまた搾取されそうな、逆に。大丈夫、そういうことはないです。いやいやいや。クリーンな。本当に困ってます？困ってる時はあるので、じゃあ、ちょっとじゃあ、まあ、それはオンエアじゃないところで、ご相談させていただけたら。相談料高いよ。じゃあいいや。嘘です。さあ、ということでですね、番組の後半にはですね、ドクメンタ、まあね、前半にもそういう話とか、はい、冒頭にもそういう話しましたけど、ドクメンタの話題ということなんですが、まあ聞いてる方でも、ドクメンタってそもそも何っていう方も多いと思いますので、僕が一応ここ台本にあることをそのまま読めばいいと言われてますので、読んでいきたいと思います。なんかフォローがあれば、ま、あの、天野さんしていただけたらと思います。はい。このドクメンタというのはドイツのカッセルで1955年以来5年に一度行われている現代美術の大型グループ展です。あるテーマのもとに現代美術の先端を担う作家を世界中から集めて紹介するという方針で開催されています。まあ一人のディレクターがテーマを選定し、作家選定を一任され全責任を負うと。ディレクターが数人のキュレーターをさらに集めてチームを組むこともこれまであったそうです。あと他の美術展にあるような小制度はありません。主に5年ごとの開催であるためアート界のオリンピックとも称されますが、まあドクメンタはそういう勝敗はないそうです。そして通常6月から9月にかけて100日間開催されるため100日間の美術館という通称もあるそうです。ということでドクメンタについて軽く、紹介させていただきました。浜野さんはこのドクメンタってのは何回行ってるんですか、これまで。2、3回ですね。行ってると思いますけどね。で、今回、ま、あの、丸さんはゲストで来ていただいたのは、はい、今年行われたドクメンタの15に行かれたということで、はい、行ってきました。これは初めて行く、ドクメンタというものにも。前回の14に初めて行って、うん、今回2回目です。ちょうど今日の収録日がドクメンタの最終日だそうです。15最終日だそうです。今、打ち上げしてる最終日。ドイツではですね、そんな中、お届けしてるわけですが、15についてはこの後、後半で、番組の次週というか後編で伝えていきたいと思いますが、さて、ちなみにドクメンタが始まったきっかけというのは、ナチスに禁止されていた現代美術の復活がメインということですか？これはそうなんですか？そうですね。特にね、ドイツは、
例えばね、クンストハレとか、クンストって、芸術っていう意味なんですけど、まあ、英語で言うとアートですけどね。だから美術館、クンストミュージアムとかさ、まあ、クンストハレっていうのは、まあ、美術館的な施設なんですけど、もう一個ね、クンストフェラインっていうのがあってね、で、これはね、いろんな地域で、まあ、愛好家の人たちが教会作って、で、それで、自分たちが見たい展覧会みたいなものを組織していくっていうのが伝統的にはあるんですよ、ドイツって。だから、ドイツは中央集権が遅れた分、それぞれ独立性がすごく強いんですよ。で、おそらくね、それの伝統があったからこそね、最初、だから立ち上げた時って、建築家とか、まあ、美術家の人もいたけど、学校の先生とか。だから、やっぱり地域の人が、やっぱり自分たちのためにっていうかな。そういう伝統の上に立って出来上がったりっていうのは特徴的。他のヨーロッパではあんまり見られないですね。これはじゃあつまりそのドイツのカッセルってことですけども、ドイツ国でやってるというのはこのカッセルと地域でやってる。地域の。あくまで地域なんで。だから、そうね、カッセルって他で有名なのは、グリム兄弟って言うでしょ。童話の、あの人たちが、もと、まあ、あの二人、最終的にはベルリンで亡くなっちゃうんだけど、30年近くね、カッセルにいて、確かね、図書館の師匠みたいなこともしてたんだけど、まあ、グリム童話の、そういうお話の採取って、採取っていうか、そのいろんなこうリサーチをして、っていう場所でもあるんですよ。あ、そうなんですね。だからまあ、ひなびたっていうかな、ベルリンみたいなというか、大都市じゃないんだけど、まあでも、いろいろ歴史性があるような場所なんでね。まあ行くと、皆さん行くと、まあドイツのその大都市じゃない、違う側面を持ったね、都市が知れるっていう、意味では面白いところですよね。この5年に一度とか、こういうシステム自体はもう、じゃあその1955年の第1回にも決まってるんですかね。決めたんじゃないですかね。だから毎年なんて大変だし、やっぱり時間かけてやりたいっていうのがあったんじゃないですかね。まあお金も集めなきゃいけないっていうのもあったかもしれないし。これでもそのドイツの、じゃあそのカッセルという地域でやってるとして、もともと、そもそもトップは誰になるんですか？その知事ですか？カッセル。カッセルの知事みたいな人がまずトップ。まあ今、っていうかね、なんか委員会みたいな。ドキュメンターは結構それ自体、まあ、あれと一緒なんですけど、ベニス・ビエンナーレなんかも一緒なんですけど、要するに、それをするための組織ができるんですよ。例えば、カッセル市からもお金出るし、で、向こうはブンデスって言って、州ね、州立の州なんですけど、まあ、州からお金出たりとか、でそういうものを、マネジメントする独立した事務局っていうのがあって、で、そこが、まあ、そこにディレクターが入ってきて、まあ、展覧会、準備を進めるっていうふうなことをやるんですよ。だからこれはね、ディレクターが変わろうが、まあ、変わるんだけど、この事務局自体はずっと残ってるっていうか、運営しているんですよ。その都度、集まってやるんじゃなくて。これ、でもどんだけぐらいの規模というか、何人ぐらいが参加されるんですか？大体、毎回。もう、100人以上ですよね、軽く。今回、何人かちょっと僕は知らないですけど、ものすごく規模でかいですよ。それはもういろんな、まあ、ベネチア、ビエンナーレとか、いろんなあるじゃないですか、国際芸術祭。その中でもやっぱり、数としてはやっぱ多い。多いですね。まあ、ベニスも、それぞれのパビリオンプラスアルファ、主会場で大きなグループ展あるんでね、それを足すと多いですけど、おそらくドキュメンタは、数から言っても一番多いんじゃないですかね。と思いますね。そうなんですね。ちょっとじゃあ、ドキュメンタが現在に至るまでの経緯をちょっと僕の方から簡単にちょっと紹介してみます。第1回は1955年に、まあ、当地在住の美術家、建築家、教師でもあったアルノルド・ボーデが提唱し、同年カッセルで開催された第3回西ドイツ連邦庭園見本市の行事の一環として開催されたのが、まあ、第1回と。で、第2回は回顧展から一転し、同時代の、まあ、美術動向をまとめた展覧会となったということなんですね。一番最初の展覧会では、まあ、ピカソやモンドリアンとか、アンリ・マティスとか、そういう作家が紹介されたそうですが、2回目からは、まあ、現代を紹介するようになったと。で、第3回以降は展覧会を同時代の美術の動向を端的に示すような主題、テーマが決められ、それに沿った作品が発表されるようになり、
第4回以降は、ぶっこさを除くことになり、同時代の作家だけの参加となり、同時代美術のみが展示されるようになったと。ってことは、じゃあもう昔の、もう亡くなった人は紹介されないんです。いや、今はそんなことないです。また戻る、うん。そういうのもある。そんなことはないです、うんうんうん。はい。はい。で、第5回以降はディレクターが任命され、テーマや作家選定はディレクター個人に一任されることになり、展覧会の訴えたい内容が明確になったそうです。ということなんですが、このディレクターっていうのはどういう人が任命されることが多いんですか？キュレーター、世界で活躍するキュレーターが選ばれる。うん、まあ、どちらかというと、そういう方が多いですね。うん、これ、ドイツ人とは限らないんですか？もちろん限らないです。うんうん、だから、どうのかな、うん。いわゆる、こう、その、持ち屋持ち屋じゃないんですけど、うん、そういう、こう、キュレーターとか、美術館のディレクターしてた人が、うん、こういう仕事ディレクターになるっていうのが、割と長らくはついたんですけど、最近は、ドキュメンターだけじゃなくて、必ずしもそういう、こう、どのかな、キュレーターみたいな人だけがディレクターになる時代は、ある意味で終わったかな、感じはしますけどね。ちなみにまだ日本人がなったとかはあるんですか？日本人のディレクターはないんじゃないですか？今のところない、うん。アジア人は今回あるってことですね、うん。第15回目がってことでしたけども。さあ、もう、でも、ただ、ドキュメンタのなんか何がすごいのかって、その、やっぱりその100日間やって、まあ、人もさ、いっぱい参加してるっていうことですけど、地域としても広いんですか？地域っていうかね。会場というか。うん、ものすごく大きな、まあ、森っていうか公園もあるし、うん、その公園も使うし、うん、それから、まあ、時と場合によるかもしれないけど、うん、そのかつての駅ね、うん。駅は割と使うし、うん、それから主会場は、まあ、どっちかというと、そのね、建物の中で、いわゆる展覧会見るみたいにして、こう、室内ですけど、うんうんうん、割と屋外もふんだんに使うので、うん、それをもう、まめに歩いて見ようなら、もう二日三日は優にかかる。全然足りないですね、うん。あ、そんな感じなんですか。うんうんへえ。じゃあちょっとせっかくなので、その具体的に過去に見たドキュメンタのお話をということで。天野さんはどれとどれに何回と何回って僕はね、うん、2007年と2012年は行ったな、はい。ほうほうほう。2007年はテーマが近代は我々の古代過去かと。うん。これはどなたがキュレーターというかディレクターされたの？いや。この時のディレクターって僕、全然覚えてないなぁ。なんか印象深かったのありますか？ 2007 年の回で。あのね、うん、印象深かったっていうか、例えば、うん、その先、最初の、説明であったけど、うん、要するにほら、現代美術の作品をこう、ね、うんうん、その時代の、を紹介していくっていうのがあったんですけど、うん、それも、あるっちゃあるんだけど、うんうん、どちらか、古いね、うん資料とか、うん、あるいは、美術家のコレクションみたいな、でそういう、どのかな、必ずしも現在とは限らないものが、作品を構成する重要な要素として、うん、っていうのが多分ここら辺で変わり出したんですよね。だから資料みたいなのも出すし、アーカイブみたいなのも出るし、っていうのが、そういう先駆けみたいな展示だったりっていうのを覚えてますね。なんかそれを聞くと、横浜トリエンナーレも、ある時期から、なんか、ぶっこ作家の作品も出始めて。いや、まあ、明らかにその影響を受けてますね。受けてますよね、うん、これは。じゃあ、そう考える。うん、これじゃあ、その、横浜トリエンナーレに限らず、結構、世界中でも結構。そうですね。じゃあ、結構、エポックメイキングとか。それはあると思いますね。うん。うん、天野さんも結構、衝撃を受けたんですか、それをやっぱ見て。まあ、衝撃っていうかね、うん、まあ、ここにほら、その、11回、グローバリゼーションって書いてあるでしょ？ 2002 年の方ですね。2002年の方ね。はい、つまり21世紀になる、うん、まあ、この言葉が流行ったんですけど、うん、実は2007年ぐらいから、うん、アートマーケットっていうのがね、うんうん、ものすごく肥大化するんですよ。うんうんうん、今はもっとすごいですけど、うん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 。で、そういうアートマーケットとは違う、うん、何かを見せようっていう風な傾向も出だした時なんですよ。うん、あ、それでその国際、他の国際展やアートフェアでの人気作家をあんま選んでないってことなんですね。うん、それやっちゃうと、アートフェアと、まあ変な話、同じことになっちゃうので、その差別化も必要だし、必ずしもその、マーケットをね、うんうんうん、まあ、背を向けるわけじゃないんだけど、うんうん、マーケットとは違う文脈で、うんやろうとするっていう強い意志みたいなのが働き出したのと重なってるんですよ、この辺は。
これはでもどうなんですか、その業界的にはなるほどなって思った人も多い一方で、一般客からしたらなんかあれつまんないって言い方がちょっと語弊ありますけども、なんか楽しいイベントから一点なんかちょっと真面目になったなみたいな。いや、まあ、でもない。そうなんだ、ね、よ。楽しいのは楽しいって、うん。楽しいっていうか、その、どのかな、バラエティっていう意味で言えば、広がったし、うんうん、で、あの、役割を、うん、さっき言ったようにアートフェアが、うん、本当に、ものすごい規模が大きくなり始めて、うん、展覧会みたいなのもやっちゃうんですよ、アートフェアが。だから、その、そういうお互いそれぞれの役割を果たしてるものが、うん、まあ、要するに増えたっていう、つまり、チョイスが増えたっていうふうな、うん、あの、意味では、あの、良かったと思いますけど、そういう意味では。つまり、うん、どこ行ったって同じ作家が展示されてるわけじゃないっていう意味で言えばね。なるほど、なるほど。で、その、次の2000、まだ5年後の2012年は、このテーマが、崩壊と再建ということで、原点に帰って第二次大戦で徹底的に破壊されたカッセルの街と住民を想起するモチーフが使われたと。うん、これも行かれたという。うん、来ましたね。うん、これはね、だから、駅を、うん、僕は駅のその、ジャネット・カーディフっていうカナダのアーティストの作品が、うん、もう未だにこの作品を超えるのはないんじゃないですか。どんな作品なんですか。あのね、うん、あの、すごく面白かったんですけど、行くと、あの、これ iPad っていうの、今のこの iPhone と同じぐらいの大きさの、当時はまだ大きいのがなかったんで、はい、でこれを貸し出し、うん、まあ貸し出しっていうか。してくれるんです、はい。うん、あの、なんかね、うん、あの、レジストレーションしてとか、うんうん、渡されるんですよ。はいはいはい、で、駅の端っこの方を連れて行かれて、はい、でそこに立ってくれって言われて、はい、で、スイッチ入れてくださいって言うと、はい、スイッチ入れると、はい、自分の目の前と同じ風景がこう動画で、はい、映ってるんですよ。で、この時期これ、あの、その時はまだ動いてなかったかな。で、あの、再生を、ああ、これです、これです。再生をすると、その再生をしたものに従って、ずっと校内歩いてくださいっていうの。指示されるんですよ、その端末に。うん、あの指示はそれだけ。で、こう見ながら、見ながらも、だって、ここに映ってるものと目の前は同じなんで、まあ、あの、何日か前に撮影してるのは間違いないんだけど、うん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 、で、行くでしょ、はい、で、最初はそうでもないんだけど、はい、しばらく行くと、はい、突然この画面に、バレ、まあ、パフォーマーやったかな、バレリムのダンサーみたいなのがピュッと現れてくるんですよ。画面にはね、うんうんうん。で、当然現実にはそんな人はいないんで、うん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 、あーとか言ってね、あ、まあ、ここでやったんじゃない。で、しばらく行くと、今度はね、犬が、こう、音がすごくうまくできてて、はい、あの、イヤホンとかしてるんだけど、うんうん、フラットの音じゃなくて、ほんと上から下から聞こえるんですよ。指向性のスピーカーじゃないけど、場所が。で、うん、足元ぐらいから、キャンとか言って、そう犬がこう出てくるんだけど、その時にね、本当にこういう風にして。あ、本当に、あ、なるほど。うん、つまり、だんだんその映ってる同じ風景なんだけど、うんうん、今見てる現実と、わからなくなる。で、最終的にはね、あの、駅の構内に大きなケースがあって、実はそこの駅から、あの、大量っていうか、ものすごく多くのユダヤ人が、あの、収容所に運ばれた。そういう場所そのアーカイブが最後にあって、そこにたどり着くんですけど、だから、まあ、あの、撮影されたのは何十年前じゃなくて、おそらく数週間前、うん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 。つまり、そこでもまあ歴史的差があるわけでしょ。時間的差っていうかな。うんうんうん、で、さらに歴史的なアーカイブがあることで、うんうん、もちろん多層的っていうの、うん、レイヤーのある作品で、まあ今でこそその IR とか VR とか言って言うんだけど、うんうん、全くそのデジタル系じゃないにもかかわらず、勘違いしちゃうんだよ。へー。という作品。まあ、だから、それも、このテーマでね。うんうん、まあ、あの、崩壊と再建っていう。はい、まあ、だから、その駅が、とても歴史的に重要な役割を果たしたいっていうこともあってさ。うんうんうん、で、その駅をテーマにした作品。それが一番。で、彼女はね、森の中でもやったんですよ。あの、同じようなことですか？それはね、飛行機、爆音とか、あの、まあ、単に飛行機がこう、離陸する音だけじゃなくて、うんうんうん、まあ、空爆とか、それを想起させるよ。で、森中にスピーカーがあるから、そこで座ってんだけど、うん、もういろんなところから音が。はぁ。何さんでしたっけ？ジャネット・カーディフ。あの、ポーラ美術館の遊歩道に、森の、
言うほどある作家さん、この人でしたっけ、名前。音の作家、うん。どっかで聞いたなと思ったら。そうっすよね。パートナーとね、二人でやってんだけど。うん。でも、みんなじゃあ、ながらスマホしたみたいな。それは大丈夫だったんですか？なんかぶつかったりして、ながらスマホみたいなもんだから、みんな画面見ながら歩いて。いや、こうしながらなんでね。意外と大丈夫。目の前の風景とやっぱり照らし合わせるでしょ。やってみるから、逆に中、そうかそうか。うん、しないのよ。集中しないんだ、画面。そう。なるほど、なるほど。それは、だから、そのジャネット・カーディフと打ち合わせに、のために僕行ったんだよ、これ。その後じゃあなんか、招待したんですか？招待っていうか、手中出してもらいたかったのがあったんですけど、うんうんうん、でもその前のやつはね、ケン・ラムっていう、うん、人が、ケン・ラムってカナダの作家なんですけど、それも。うんうん、ガラス張りの、よくあるでしょ、そのガラス、鏡張りの部屋で、こう。ああ、なんかマジックハウス、ミステリーハウス的な、ユネキアのやつ、うん、それをね、はい、展示した時で、で、それを磨いたら、その、ケンラムとちょっと、打ち合わせに行ったり。はい、だ交渉にってことですね。うん、うん。それ旅行とも叶ったんですか？ケンラムはね、その前に僕、展覧会に出してもらってることもあったんですけど、別の展覧会にと思ってたんだけど、それはまあ、ちょっと実現しなかったんですけど、で、この二つは、アマさん行かれたってことですね。はい、行きましたね。14回は、じゃあ、マルさん行かれてるという。はい。こと。アテネに学ぶ、5年前のやつですね。はい、西洋文明のルーツにして民主主義の発祥地であるギリシャは多くの難民流入や財政危機など EU の問題を高圧縮して抱えているということで、これをテーマにしたと。で、これはマルさん行かれたってことですね。はい、来ました。どんな回でしたか？もう、アテネに学ぶってあるように、うん、アテネも姉妹会場になってて、ああ、カステルだけじゃなくてってことね。そうなんですよ。うんうんうん。ちょっと私はアテネの方は行けなかったんですけど。パッとは行けないよね。普通にどう考えたら。サテライト会場ってレベルの話じゃないよね。なんか。まあでも結構連携してるみたいな。連携してる。言うのは自由だけど、うんうん。で、メインの広場があるんですけど、うん、カステルの方の、うんうん。そこのメイン作品がパルテノン神殿なんですよ。で、近寄ってみると、うん、本が積み上げられてできてて、その本は、白金本、白金になった本たちがで作られてた。うん、それは何ていう作家さんとかわかりますか？アルゼンチン出身のマルタ・ミヌヒンさん。ミヌヒン。へぇ。結構大御所だったんです。あ、そうなんですね。これはアマンさんなんか言ってはないけど、注目はやっぱするもんなんですか？あ、どういう人が出てるのかな、みたいな。これはね、アテネに学ぶとき確かそうだったと思うんだけど、カッセルが主会場でずっとやってきたでしょ、うんうん、主会場ね、アフガンやったかな、アフガニスタンかな、うん、どっかにも会場を持ったんですよ、確か。アテネだけじゃなくて。と思う。うんうんうん、で、その時に、当時だからタリバンが、うん、古い遺跡をね、うん、破壊したの覚えてます？ありましたね、はいはいはい、ありました。で、それを、うん地元の高校生と一緒にワークショップをして、うん、石を、うん、破壊された石を刻んでいくっていう、で、その刻んでいく斧っていうかな、うん、それは、当時、だから最初にロシアが、ソビエトやったかな、ソ連やったかな、侵攻した時に、うん、まあ結局そのアメリカが、うん援助して、それがまあ、援助した人たちが実はタリバンになるっていう皮肉なことになるんだけど、その時に破壊された、そのロシアのタンクっていうか戦車がまあ残ってんだけど、それの部品を斧にして、それで削るっていう。へマイケル・ラコビッツやったかな。彼はもともとその、ファミリーっていうかな、が、アフガニスタンだったと思うんだけど、その、まあ、どちらかというと、ジューイッシュはマイノリティなんだけど、うん、そこに住んでた人がいて、うんうん、で、それがね、移民でアメリカに渡るんですけどね、うん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 。でも彼がそのワークショップをしたいっていうんで、つまりね、これね、皆さん覚えてるかどうかなんですけど、ギリシャがね、経済破綻したんですよ。はいはい、ありましたね、そんなニュース、うんうん。で、ギリシャが経済破綻したら、なぜかヨーロッパは救済に回るのね。うんうんうん、で、どうしてかというと、うんうん、ヨーロッパって基本的に文化のルーツが、二つあって、はい、その一つが明らかにギリシャなんですよ。ローマかギリシャになるってこと、うんうん、
ローマっていうよりも、キリスト教的世界とギリシャ的世界があってね。ギリシャ的世界っていうのは、どちらかというと、その、どうかな、一神教の世界じゃないのよ。神話の世界なんで。で、ギリシャは自分たちの、まあ、哲学とか思想のルーツでもあるので、だここは捨ておけないのよ。なるほど、なるほど。絶対に。無視ができないっていうか。だからそういうことが、あ、そういうことでみんなギリシャを支援するんだいっていうのがよくわかった。ああ、なるほど。これはじゃあ、そのアテネに学ぶそのギリシャの財政破綻の後の後だと思いますね。ああ、なるほど。うん。それでこういうテーマになった。と僕は思いましたけど、これは。そうやってだからこう、単純に5年に一度やってるだけなんですけど、やっぱ社会情勢とかと繋がってくんですね、この点が。ドクメンタっていうの。そう、というか逆にそういうものでないと、いや、だって、それこそ、ほら、その前がグローバルでしょ、うん、確かに。だから、てめえんとこの国なだけとか、エリアだけじゃ、もう、ダメ。話が済まないじゃないですか。へぇ。ちょっと最後にこれだけ聞きたいんですけど、そのドクメンタに選ばれるっていうのは、アーティストとしてはもうかなり光栄なことと考えたら、みんな目指してるもんなんですかね、アーティスト。いや、別に目指してはいないと思うけど。でも、ドクメンタ出るってのはやっぱすごいことなんですか？そうでもない。まあ、ね、名誉なことだと思いますよ。選ばれるっていうことは。天野さんの打診もなかったんですか？ 20 番目ぐらいとかに。キュレーターの方では。天野さん自身はキュレーターの方、声はかかんなかったんです。ドクメンタ。来ないですね。いつでも待ってるのにですか？いや、待ってるわけじゃないんですけど。うん。まあ、とにかくその、さっき言ったように、その、ね、いろんな問題が一エリアの問題として済まないでしょ？なるほど、なるほど。全部こう、繋がってるわけやから。だから当然それは、いやおうなく、まあ、どうかな、他の国っていうか、例えばそのギリシャと繋がるとか言って話はそうですけど、まあそれが逆にあらわになってきた時代だと思いますけど、歴史的にはみんな知ってんだけど、それをわざわざ取り上げるっていう意味が、逆にこのグローバル以降であるからこそっていうのはあるかもしれない。なるほど、なるほど。もうこう聞くと、じゃあ第15回は一体どんなんだったんだっていうのがやっぱ皆さん気になると思いますので、ね、それはじゃあちょっとぜひ行かれた方の生の声を、ね、たっぷりさせていただこうと。ということで、もう後半はもう丸さんがもう頑張る回になりますので。荷が重いね。ちょっとその後半に向けて、こう意気込みをちょっとぜひ最後にどうぞ。いやいや、本当に4日間。うん、ドクメンタは撮ってたっぷり時間あるぞと思ってたんですけど、やっぱ全然見回れなくて、その中でもポイント絞って良かったものをお伝えできればと思ってますので、ぜひぜひ後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、ということで次回は今年開催されたドクメンタ15についての話を続けていきたいと思います。